はい、おはようございます。今日はですね、僕の、週末、土曜日のね過ごし方を見てもらいたいなと思います。オフィスに来てるんですけど、土曜日日曜日は我が社お休みなのでね、僕しか出勤、まあ、僕はたまに出勤したりせんかったりって感じなんですけど、まあ今日はちょっと軽く仕事あったんで軽く仕事するのと、あとこの後メンバーシップの方来られるんですよ。オフィスツアーみたいな感じで、基本2階はね、出入り禁止にしてるんですけど、メンバーシップの方には一緒に見てもらうっていう感じでね、ちょそれまで作業したいなと思います。そしたらね、次はね、今から一旦帰ってお花見をね行きたいなと思いますので、お花見に行きましょう。ただいま。それでは今から宿街の方に桜見にレッツゴー。見られてた、鏡越し見られてた。まだかあ、いた。長っ。こんなん売ってるんだよ、この長いの。アマゾンで買いました。アマゾンで買いました。はい、休み。じゃあ皆さん、今から2時間直射日光浴びながら行きましょう。はい、じゃあ、バイバイ。どうぞ。ちょっと手伝い来てほしいんですよ。すごいわ。はい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 。29、30、29。はい、それでは行ってきました。楽しい時間が過ぎてね、僕もついついお酒いろいろ飲ませてもらいましたけど、嫁蔵さんに、運転していただいてますけども、楽しかったね。楽しかった。うん。お酒なくても楽しかった、私は。そやね。やっぱ、外でってあんまりないしね。うんうんうん。メンバーもね、そろそろこう、顔もやっぱ覚えてきてるしな、みんなな。うん、名前と顔も覚えてきてるし、うん、楽しい時間過ごしたかなと思います。この後は、嫁の、甥っ子が、僕にコーディネートしてもらうっていうことで、明日住むんですけど、前乗りで来てるんですよ。だから、晩飯一緒に食いに行って、中学何年生？3年生だね。中学3年生。うん、中学3年生の甥っ子と、一緒に福会に梅田明日行くんですけど、まあ、一旦これでね、終わりたいなと思います。今日はこれで一旦終わりです。ドアが閉まります。半分だけ。おはようございます。すいません、お願いします。おはようございます。おはようございます。上に持っていくだけやったら、全然持っていけるんですよ。ポーンって。あ、そうなんだ。うん。が一番ブランカーなんで。電気も消えへんし。そうそうそう。
おはようございます。今日やることをですね、簡単に説明していきましょう。その前に電気をつけてと。はい。今日はね、4月20日、11時、堀ちゃん、コーティングの業者さんなんですけど、コーティングの業者さん来てもらうのと、新幹線のチケット買う。この2つしかやること僕ないんですよ。で、以前まではね、めっちゃやることいっぱいあって、こんな感じでずーっとやること書いてたんやけども、最近はね、弟のおかげでやること減ってきたんでね、口だけ出すっていう一番嫌なことしてます。本日嫁蔵のやること RGB に下げ札を送る、ドラゴンに追加下げ札を送る。これはジャパンメディアの札の話ですね。で、サングラスの商品コードがあるんですよ。バーコードみたいな、あれジャンコードって言うんやけど、ジャンコード作るとか、ポップアップ近いから在庫表を作るとか、そんな感じのことを嫁蔵楽器をやること、まあ副社長がやることですね。これは何をしてるんですか？掃除中です。掃除中。ルンバと一緒に掃除してます。もうちょっとうちに予算があれば、もうちょっとうちに予算があればね、モップの自動化のやつも入れたいところですが、まだ予算がございません。はい、メンバーシップの皆さん、いつもありがとうございます。今回ね、プレゼント企画の、最後の結果発表したいなと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。陣地の方から帰ればいいってことだよね。そう。本日の僕のお昼ご飯はパスタとこのサラダチキンでタンパク質を取っております。脂質が1食で 20g 以内っていうことでね、 11g の脂質とこっちが 5g ぐらいなんで、見事脂質収まっててタンパク質は30以上あるというね、非常に栄養健康面のいい食事になっていますが、米田さん何ですか？うん、 CB ね、健康に良さそうです。こちらもサラダですね。 CB からサラダ、月水金で合わせてもいいってもいいし、まあもう一回調べてからでもいいし、5月はな、特にな、何言ってないから、はい、5月はし、4日休まなあかんと。4日あれ俺、引っ張りやばい。今現在がね、2時46分なんで、僕ももうちょいしたら帰るんですけども、まあ、それまでね、ちょっと今からタイトルとかつけていきたいので、YouTube のこの動画ですね、動画のタイトルとかいろいろつけていこうかなと思います。
週1回差ではありますが、8週間という短い期間で考えると回数を増や